はい、ノブです。この前コメント、それこそだよね、美咲ちゃんの世界大会の練習用の上がってる動画にコメントが来て、英語で来たんですよ。それを調べたら、多分うつ伏せで足裏を、立った状態で施術者がほぐすやり方を知りたいみたいな、イエースって送っといたんでちょっとそれをこれから撮りたいと思います。ただ見てわかるのかな、多分日本語で来てなかったから、多分日本語わからない人なんで、こう喋ってても多分通訳なんかあったっけ、翻訳はね、いやあるんですけど、あの自動翻訳ついてるんだけど、私の声がね、なんか翻訳がうまく入らないからほとんど直すわけですよ。なるほど。それをやってるカトコルンさでも今回短かったらもしかしたら翻訳入れます。なるべくはっきり喋りますそう、そういう風にしたら喋る。なるほど。で、うつ伏せ、うんうん、で、まず足の裏同士で普通にこう踏み合います、うん、気持ちいいよね、うん、そうね、うん、これを今、真ん中辺やってるんですけど、徐々にずらして指の方まで、で、ちょうどかかとの方まで、かかととかかとが合うような感じ、うん、で、ある程度いったら、片足で軽く押さえた状態で、今度こっちを斜めで土踏まずのとこを当てます。これは鋭く入ります。こう、ここここの斜めを使ってこう踏みます。こう、そう、鋭いんで効きます。かなり効くので、これまんべんなくいきます。うん、行った後に今度かかとを足の裏をかかとに乗っけて揺らします。これ初めて、うん、めっちゃ気持ちよくない？めっちゃ気持ちいいこれ。でしょ。これいい。めっちゃ気持ちいいですこれ。すごい。うん。倒したり、合わしたり。うん。これいつも壁とか使って壁なんか支えて。あ、今ねちょっと軽く支えてるけど、支えなくても全然できます。でもこれは練習しないと結構バランスが。え、なんならこのふくらはぎもいけちゃうでしょ？うわ。まあ、こりゃいいわ。そうそうそう、下にね、うん、太ももだっていけちゃう、うん、足の裏って意外と気持ちいいよね。揺れ感でね、絶妙な。いや、もっともう激しくやれば大変じゃないですか、それ。大変うん。で、こっちも軽くだから押さえて、こんなとこいけそう。お尻もね。あ、お尻もいけちゃいます。こう鋭いんですよ、これ。そう、みんな触られたいところね。こんな後入るんですね。入ります、これめっちゃ後入ります。今軽くやってるんですよ、これも。うん、軽くやってるの。だいぶ入ってます。だから強くやっちゃうとこうなっちゃうので、痛いでしょ。だから強いと痛いんでコントロールしてます。美咲ちゃんだったらこれぐらいかなっていう。だから強く入れる場合は自分が乗るってことね、こう乗ってっちゃうってこと。だから今わざとこう、私右足に体重乗っけて、左足はそんな強く入れないように逃がしてます。はい、うん、でそれいい。こっちやったらこっちもやってほしくなるよね。じゃあこの足のここにポンって置いてる。あ、置いてるだけ、うん、置いててグッと踏んだら痛いんで、この踏まないようにちょっと浮かせて揺らしてます。へえ、その加減が難しいってことだよね。だからね、乗っちゃうとさグッてなっちゃうから、そう、きついから、ハーフにしてと。難しそう。バランス
向きよ。で、この後にもっと気持ちいいのがあります。この後にこの足の指でつぼ押しみたいな感じします。指をグッと曲げてつぼ押しします。わお、聞いてる。指の方がつぼ押されてる。つぼ押しみたいな。手だけじゃなくても、うん、こういうところ綺麗なつぼ押し。いやー、そこ、うん、気持ちいいよね。でかかとね。しっかり入る。で左足は左で。見えないかな。いいですね。つぶせで。そう、これはね、出張あるあるでもあるんだよね。出張だと、で男性のお客様だと結構強圧でいい人いるじゃん。その人は、うん、あの手でやった後に私は、うん、締めで、すると一気にこう満足度が上がる。確かに。でつぼ押しもある程度したら、最後は締めで同じやつです。普通に歩きます。歩こう、歩こう、私は元気。大丈夫かな？著作権引っかかるかな今。あ、いや、それはないね。うん、自分で歌うと引っかかんないよね、あれね。そうなんですね。そうそうそう。他の人、あの歌手の歌を歌っても。曲自体を使っちゃうと、あの、ね、そうそう、曲自体、音楽使っちゃダメだけど、歌うには。あ、曲自体伝わってもいいんだっけな、歌えば。あれ、わかんない。だって結構歌ってる人いるじゃん。いますよね。だから多分自分の声で歌うと多分大丈夫なんだよ。なるほど。原曲というか、そうそうそう。これ足の裏でやりましたけど、これ全部手でいけますからね。手バージョンも意外に気持ちいいんですよ。じゃあ手のひらで。おお。今までこれ 両足できるわけですね。うん、で、グッグーで。あと、つぼ押しみたいな感じはこう。めっちゃ効く、うん。どっちもいい。どっちもいいよね。あ、めっちゃ効く。うん。だいぶあったかいよね、足。うん、めぐります、うん、という感じで足裏やるバージョンでした。参考になりましたかね。まあ、またコメントあれば、あのできることはやるんでよろしくお願いします。またねー。